おっつー、今回はですね、前回の続きなんですけど、前回をね忘れた方やね、まだの方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからねご確認よろしくお願いします。それとね、前回紹介した高町集落なんですけど、正しくはね大萩集落と言いまして、 Google マップではですね高町になっていたんですが、どうもね大萩集落という地名が正式名みたいで、改めてね訂正させていただきます。で、今回の内容はこの大萩集落がね集団移転した謎に迫って、動画の最後にですね、これぞ理想郷というね言うべき場所を発見しました。私みたいにね現代社会のシステムにどっぷりはまり込んでローン地獄に陥っている人間にはねかなり難しいのですがね、最後にご紹介するこの理想郷はですね、まさにね私自身がですね目標というか、いつかそうしたいなと思っている場所で、ドンピシャの場所だったんですよ。まあそんなこんなでね、そういった場所もねご紹介しているのでね、最後までねご視聴よろしくお願いしますよということでね、今回も元気よくね行ってまいりましょう。カンタの国道チャンネル。ちょっと何か発見したんで今から降りてみます。なんか神社っぽいんですけどね、事前調査をですねほとんどしてない状態で来たんで、この人が何者のかさっぱり分かりませんでした。萩の宮って書いてありますね。辻仁和氏の像、なんて書いてあるの。辻仁和さんやろ、人ね、人一さん、辻仁仁一、まあ分からんかな。ふざけているわけじゃないんですけど、呼び名の正式名がね分からないんですがね、大萩集落の村長さんでして、でこの後ね地元の方に村長さんのお話を聞かせてもらうんですが、なぜねこの銅像が建ったのか理解できました。その内容をですねこの後ご紹介します。失礼します。失礼します。この辻さんっていう方のが祀ってある、まあ祠なんでしょうね。これこの辻さんの お家なんじゃない、ここは、うん、なあ、うん、住まいというか。ちょっとね、一応門閉まってるんでね、ちょっと入るのやめておきます。あれ、あの奥にもなんか、あそこのさ、あの奥、あの奥にもなんか広場あるな。ちょっと歩いていってみよう。なんか車止まってるけど、この辺周辺がそうなんかな。この先にですね車が止まってるんですけど、それがね地元の方でして、その方にねいろいろねこの辺にまつわる詳しい話をね聞かせていただきました。なんかあるんでしょうかね。あ、なんかいい気持ちがいいな。これ何な、こう、あ、便所って書いてある、ここ。で、地元の方と喋っているシーンはね、割愛させてもらったんですけど、この広場はですね、学校の跡地みたいですね。ご存知の方もね、いらっしゃると思うんですが、およそね、40年前の台風の時に、大規模な山崩れがありまして、その時の土砂をね、この場所に運んで、埋め立てたみたいです。で、その、あまりにもひどいね、惨状だったので、先ほどの村長さんが、離村を決断してね、村人を麓の集落まで移転させたとのことです。
もうなんか今使われてない感が半端ないんですね。電気つくのかなこれ。あ、電気つくんや。なんとスイッチ入れたらね、電気つきましたわ。一応電気つける、使えるんですね。一応なんか電気ついた。一応なんか使えるみたい。何があんのやろこの奥。車が1台ね止まってますけど。ん？あ、何もないんか。地元の方によるとこの先に川が流れているんですけどね、この崖を降りたところに運動場があったらしいですね。何もないな。もう今はですね、ただの雑草だらけの土手になってまして、運動場の痕跡も何もなかったです。しかも乗っ取ったし車に。さすがにね、車に乗っている人に声をかけることはなかったんですけど、この後ね、もう一回回った時に地元の方が車から降りてまして、その時にね、いろいろ話を聞きました。ちょっとあまりジロジロ見れんねんけど、ちょっと車に人が乗ってたんでびっくりしましたね。先ほどのね、集団離村のお話ですが、ここからがすごいお話で、なんとね、今住んでいる土地を手放す条件としまして、移転先の土地100坪以上と田畑を与えね、しかも家付きで移転してもらい、この辺りのね、集落の方々が納得できる条件をね、東近江のね、役所の方に持ちかけて、でそれを実現させた異業の持ち主で、その功績を称えてね、銅像まで建ててもらったとのことです。まあね、いろいろ墓の問題やらね、うるさく言った人もいたみたいですが、裏ではね、結構しめしめという感じだったらしいですね。それではですね、この周辺をね、もう少し探索してみたいなと思います。あ、風鈴、本当やな。おい、おい、頑張った。ここになんか立ってたんじゃんか。うん、私もそう思う。この今あの車が止まっとったとこ。うん、私もそんな気がするな。こことか。ああ。もコンクリート。集落跡っていう感じで、あ、これがな、この石垣とかか。うん、ここに前昔立ってたんかな。昔立ってて、もう今朽ち果ててないっていう感じなんですかね。あ、そうやな、こういう、こういうなんかちょっと、あ、そうだね、なんやコンクリートのブロックとか集落の大萩集落って書いてある。あ、水汲めるんじゃないか、あそこ。昔な。これこの辺とかさ、そうかな、こういうのとかな。うん、もう今はないんですね、これは。うわ、この道をね、ずっと下っていきますと、東近江市内の名神高速方面にね、向かいまして、あ、さっきのとこだ。で、この先もね、いろいろ周辺をね、探索したんですが、もう何もなかったんでね、もう一度この辺りをね、周辺することにしました。そしたらですね、本日のメインとなるね、すごい施設を
発見しましたんで、もう少しお付き合いください。これは何だろう、材木工業やな。一応ちゃんと木の絵が描いてある、うん、なんかなんやら、うん、村って書いてある。うちに村って書いてある、うん、ちょっと書いてみるか、うん、これほ墓やな、上にある。村民だるつ、うわぁ、なんかこれ、あ、怖い、なんか、うわぁ、なんか荒れとるね、うん、もうこれ100メートル先行きませんって。全然管理されてない。あ、なんなんこれ、え、ちょっと待って、なんか何かがあるぞ。さ、水流れとるで人おるで。誰か人おる。ここ。なんだここ。いや、でもさ、人おんのか、ここ。人おるね。なんか窓開いとる。でもあれ、ガラス割れてないか。ガラス取れてない、うん、でもなんかそこ怖い。この施設はですね、実は大萩美代川村というね、福祉施設で知的障害者と共に暮らす場所として1984年に設立されて、コンセプトはね、みんなで衣食住を共にし、田んぼや畑を耕して雑草を刈り取るという、共に生きる場所として、障害のある子どもたちの憩いの場となっている場所です。1995年にね、すでに亡くなられた滋賀県出身の障害児教育の先駆者である田村さんのね、明賀村見聞録という著書が映画化されて、それを見てね、感銘を受けた人たちによりこの施設がね、作られました。障害児教育の他にね、グリテンフリーやね、無農薬野菜、無添加のね、安心安全食品を作っています。現在はね、大津市に営業拠点を構えて営業されているらしいです。私の夢はね、ちょっと違うんですが、引きこもりの人たちがのびのび働くことができてね、一緒に野菜とかを作って生計を立てたらいいなという思いがありまして、今回こういう施設を見つけることができてね、非常に感銘を受けております。今回はね、頼まれでもないのに勝手に宣伝させていただきます。私のこの動画でね、一人でも多く困っている人たちがこんな施設があるという事実をね、知っていただけたら幸いでございます。人と人とのつながりがね、薄れている現在において、人と人とのつながりを大切にして、愛に満ち溢れたね、この施設を気持ち悪いと言ってしまい、本当反省します。まあ、はっきり言ってね、争いなどやっている場合ではないですね。今こそ人と人とが調和をとって平和な世の中になることをね、切に願います。それではね、この辺で以上とさせていただきます。それではさようなら。